はい、哲也です。今日はね、トラ新党への人気ただいま絶賛上昇中、米第2位の政党へというテーマでお話してみたいと思います。これまでいろいろと物議を醸してきたトランプさんへの弾劾裁判なんですけどね、いよいよ早くも大詰めを迎えようとしてますね。漏れ聞くところによると、ほぼ冒頭陳述後の投票結果と同じような評決が出てね、トランプさんの無罪が確定しそうですよね。冒頭陳述後の投票とは、今回の弾劾が合憲か違憲かを問うものでした。結果的には合憲派56対違憲派44で、一応多数決で合憲とみなされ、そのまま上院での弾劾裁判が予定通りね、進められることになったわけですけれども、原告である民主党側の提示する証拠や主張にね、特にね、新鮮なものはなく、このままいくと56対44の枠組みが大きく崩れる気配が全く感じられない状況なんですね。ご承知の通り、弾劾成立のためにはスーパーマジョリティが必要ですので、56対44の枠組みが大きく崩れないようであれば、弾劾否決、すなわちトランプさんが無罪を勝ち取ることはもはや自明というべきでしょうね。そういえば米国のニュースサイトでね、誰かが言ってましたよ。これはまるでね、答えの分かった方程式を解いているような状態だとねまたある保守系のマスコミなどはね、弾劾のライブ中継を指して、茶番としか言いようのない政治劇、ポリティカルシアターを見せられているようなものだとね、揶揄していました。では民主党が仕掛けたこの政治劇がどちらの政党に有利に働くかってことなんですけども、あなたどう思います？私はね、必ずしも仕掛けた側の民主党に有利に働くとは限らないのではないかと思うんです。むしろこんな茶番に多くの時間とお金をかけるなんて、まさに資源の無駄遣い、浪費以外の何者でもない。民主党は一体何をやってんだといった批判の声の方がね、だんだん優勢になってくるような気さえしますよ。そしてそうした思いはね、今後共和党支持者だけではなく、無党派層や一部民主党支持層にまで徐々に広がっていくんじゃないか。特にトランプさんが無罪と評決された後は、民主党への党内外からの批判や反発が噴出する恐れもありますよね。とはいえ、ただ一つだけ気になることがあります。それは、今民主党の一部には弾劾は否定されても問責決議を成立させて、トランプさんの参政権を含めた公民権を奪い、将来の大統領選への出馬を事実上禁じる策が検討されているってことなんですね。困ったことに、この問責決議の成立にはスーパーマジョリティは必要なく、シンプルマジョリティで済むと言われてるんですよね。シンプルマジョリティなら、たとえ共和党側からただの一人の裏切り者が出なくても、上院議長であるカマラ・ハリス副大統領が賛成票を投じたりすると、確実に成立することになります。そうなるとまさに由々しき事態。ただしね、この問責決議の有効性については専門家の間でも意見が分かれているようで、どこまでその決議にね、法的拘束力があるのか不明なんですよ。弾劾で無罪の評決を勝ち得た人間にですよ、公民権を奪うというとんでもない厳罰を科すということができるかどうか、そう問われればね、甚だ疑問ですよね。少なくとも僕自身は断固ノーと答えますよ。以前にもお話したようにね、もしあなたが自動車事故を起こしたとします。そしてすったもんだの末ね、裁判の結果見事無罪を勝ち取ったとします。しかしその後でしれっと高額の罰金が請求されたり、免停処分を受けたりしたら、あなたはどう思いますか？絶対に納得も承服もできませんよね。それと同じですよ。ですからね、僕はそんな問責による公民権の剥奪の決定は無効になるべきだと思うんですけどね、どうなんでしょうか？アメリカの法律に詳しい方がいたら、ぜひコメント欄を使って教えていただけないでしょうかね。よろしくお願いします。正直、もしそんな問責に法的拘束力があるというなら、数的優位にある政党はいつでも気に入らない
政党のリーダーの公民権を恣意的に剥奪するためのいわば政治的武器として問責が使用できることになってしまいますよね。そんなこと絶対にあってはならないのではないでしょうか。そう考えるとね、もうトランプさんには裏切り者がうごめいている共和党をね、さっさと離脱していっそのことを新党を作っていただき、栄えある第一党へと勢力を拡大していただけないかなと思ってしまうんですね。昨日そんなことをね、つらつら考えながら米国のニュースを見ていたら、こんな興味深い記事を見つけました。この記事によれば、ある調査ではね、共和党支持者の実に 70% が、まあ、これマガパーティーかペイトリオットパーティーか知りませんけど、トランプさんが新党を立ち上げたらそれに参加すると答えたそうなんですよね。すごくないですか、この割合。この調査はね、YouGov という名のロンドンに拠点を置く、まあ、オンライン調査会社によって2月5日から2月8日にかけて米国在住の2508人を対象に、年齢、性別、人種、教育水準等で偏りがない形で行われたもので、誤差の範囲もね、プラスマイナス 2.3 ポイント程度に抑えられているそうなんですね。もう少しデータの細かい内訳を見ると、調査に参加した共和党員の 33% がトランプ新党に参加すると答え、 37% が多分参加するだろうと答えたそうです。この 37% と 33% を合計すると、まあ、70% になるわけですね。そして残りの 30% だけが共和党にとどまると答えたというんですね。これかなり衝撃的な数字だと思いますが、いかがでしょうか。ところでこの記事によると、今月初めトランプさんが新党を立ち上げる立ち上げないで盛り上がっていた頃、ヒル・ハリス X という調査会社の調べでは、共和党の 64% がトランプ新党に参加するだろうと答えていたそうですから、あれから少し、まあ、日にちが経ちましたけどもね、一段とトランプ新党への期待が高まっていると言えるのかもしれませんね。この調査結果を見て、ヒル・ハリス X 社の CEO 兼主任調査員であるドリタン・ネショー氏は次のように述べました。この調査結果は、もし今トランプ氏が共和党を離脱し自前の新党を立ち上げたら、勢力的には共和党を抜いていきなり米国第2位の政党にのし上がる可能性が十分にあることを示しているとね。このようにトランプさんが新党を結成すれば、共和党支持者の 70% が共和党を去るという先ほどのデータが現実のものとなる可能性がありますし、もしそうなればね、トランプさんが新党を作れば共和党はね、めちゃくちゃ小さい政党になってしまいますよね。っていうかね、ひょっとしたら早々に空中分解して党員も議員も新党と民主党に吸収され、跡形もなく消え去ってしまうかもしれませんよね。もちろん現時点においてはトランプさんは新党の結成よりもこれまで通り共和党に所属し、共和党内部から腐敗した共和党の膿を出し切り、必要に応じて外科的な切除手術も断行しながら、できるだけ健全な政党へと立て直すことに腐心しているようですけど、もうどうなんでしょうかね。特にリズ・チェイニー氏やミッド・ロムニー氏などの、まあ、弾劾賛成組ですね、あるいはミッチ・マコーネル院内総務などのね、なんていうかな、表現難しいですね、まあ、とても爽やかとは言えないメンツを思い浮かべるとね、絶望的な気分になってしまいませんか。ですから僕はね、個人的にはトランプさんには今の有権者の中に溜まったフラストレーションを重く受け止めていただき、慣れて共和党内にとどまり腐りかけた共和党を立て直すよりも、むしろトランプさんと価値観を完全に共有できる爽やかなメンバーとね、新党を立ち上げていただき、米国政治を根本から刷新再生し、さらにはね、米国のみならず日本も含めた世界の自由と民主主義を標榜する国々の政治にもね、大変革の一大ムーブメントを起こしていただけないかなと強く願っております。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck.
目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。